ね、僕のコンサル生からこういったメッセージいただきましたので、まあ動画撮っていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。eBay 輸出のことですね。たくさんのリサーチ動画拝見しました。これ限定動画のことをですね、YouTube とは別で限定動画、たくさん撮ってるので、その動画なんですけど、驚きの一言でした。実際に仕入れても、利益が取れるものはどんどん発見できるので、まだ初出品前ですけど、いろいろと仕入れしました。頑張っていきたいと思いますってことなんですけども、まだその僕のコンサルとか、動画見て多分数日とか1週間2週間ぐらいの方なんですけども、やっぱりここができてる方で僕は、やっぱいろんな方何十名とか見させてもらってるんです。ここすごい大事だなと思ったので、ちょっと動画で撮るんですけど、だから今後ですね、物販でも、やっぱビジネスでも、ここが最初大事なんですよ。何かっていうと、実際に仕入れても利益が取れるものがどんどん発見できましたと。要は、ビジネス、物販のビジネスの原理原則って、まあサービスでもそうなんですけど、基本的には、安く買って高く売るだけなんですよ。だから例えばちょっと外に出てもらうと、自動販売機もそうですよね。安く仕入れて高く販売、安く製造して高く販売する。コンビニも安く仕入れて、高く販売する。スーパーもそうですよね。全部そうなんですよ。ガソリンスタンドもそうだし、車屋さんもそうだし、あとは、まあ、パン屋さんとかも安く作って高く販売する。まあ、高くっていうか、まあ、その価格差が大きければ多いほど、その利益がなるから、そこに考えることっていうのはやっぱり利益率であったりとか、その売れる速度、回転率っていうんですけど、商売やる上では、やっぱり回転率と利益率が高ければ高いほどいいんですよ。で、例えば、本業何かやってて、副業で稼ぎたいっていう時に、やっぱり安いものを高く販売できたら、それはそれでもうある意味一つのゴールだと思うんですよ。なんでかって言ったら、これって、資格でもないですし、あれなんですよ。覚えちゃえば一生使えるスキルなんですよ。だから要は、目に見えないスキルなんですよね。免許証ってもう目に見えるじゃないですか。でも安く買って高く売る技術であったりとかスキルっていうのはもう知識しかないので、それができるようになれば、やっぱ一生使えるようになるんですよ。で、例えば、ここですね。まあ、物販以外に応用できるんですよ。例えば、安く買って高くやるってことは。例えば、安く人を雇って、で、その生産性で高い利益を出すとか。まあ、例えば、アルバイトの方とか、パートさんとか、あとはクラウドワークスとか、外注さんを例えば、時給1000円とかで雇って、で、生産性で、例えば2000円の利益を出してくれれば、1000円の儲けになるとか、でも実際もビジネスの原理原則っていうのが、もう身についちゃったんだなって思ったんですよね。メッセージいただいた時に。だから、仕入れても利益が取れるものがどんどん発見できますって、ここに、やっぱり数日間でいけちゃうんですよ、実は。結構簡単に。要は世の中って物販とかいろんなビジネスあると思うんですけど、やっぱり利益率が例えば5%とか7%ですっていう方って結構たくさんいらっしゃるんですけど、実際にちょっと考え方っていうか変えると、本当に20%、30%、40%、50%のものなんて、まだまだ腐るほどあるんですよ。だからここに行けたってことは、もうここから最初の段階に入ってるってことは、やっぱりここ行っちゃうのって強いなって思ったんですよ。で、これができるようになると、あとは、この後の流れっていうのを簡単に説明すると、要は、安く買って高く売るだけの、これは一つの、スタートであって、もうこれ基本ですよね。やっぱり、これ超重要じゃないですか。これが一番重要だと思うんですよ。ビジネスであったりとか物販において。で、これさえできれば、あと何をやるかっていうと、タスクに変わるんですよ。あとは作業芸で変わるんですよ、作業。あと何かって言ったら、これ今回 eBay 輸出なので、eBay のサイトの利用方法を覚える。
だってサイトの使い方わかんなかったりとか、あ、ここのボタンを押したらどこ行くんだろうとか、あ、ここの単語わかんないってなったら困るじゃないですか。だから1日30分ぐらい、ここのボタンを押したらどこに行くかとか、あ、ここの単語意味わかんないなと思ったら翻訳したりとかして、とにかくサイトの利用方法をあとは覚えるだけ。だってこれ覚えちゃえばもう使えるようになっちゃうじゃないですか。だから eBay のサイトの方、これは毎日、eBay のサイトに触れる。とにかく触れまくるってこと。触れるっていうのは、見たりとか、閲覧したりとか、リサーチしてみたりとか。で、あとは、安く買って高く売るだけ。で、しかも、いろいろと仕入れることができましたっていうと、安く買って高く売るだけやって、で、あと、仕入れも、もうできますってなると、ここが実は一番難しいところじゃないですか。安く買って高く売るだけ、仕入れ。とかってやっぱり一番難しいと思うんですよ。利益率だったりとか、やっぱり手が止まっちゃうところじゃないですか。今自分が仕入れてる商品は果たしていいのかとか、他にもっと利益率がいい商品とか、小さい商品とかあるんじゃないかとか、やっぱりここが一番大事だと思うんですよ。でもここさえクリアできると、もうスタートで基本っていうのがクリアできるので、あとはタスクさえ覚えちゃえばいいんですよ。タスクっていうのは、あとはもう本当ルール、教科書通りのことを覚えちゃえばいいんですよ。例えばこれは eBay のサイトの利用方法を覚える。次に、やっぱり出品方法を覚えるんですよね。もちろん。出品方法を覚える。これ今度明確にしておくと、やっぱり順番わかるんですよ。次、写真ですよね。有在庫だから、写真をきれいに撮る方法を覚える。あと出品方法っていうのは、これは、タイトルの付け方、概要欄の書き方であったりとか、あとは、なんか項目入れるところがあるんです。アイテムスペックっていうところがあるんですけど、10個とか20個入れられるところがあるんですけど、これをやっぱり多く入れてた方がヒットしやすいので、このアイテムスペックを、できるだけ埋める。概要欄の書き方、これは全然テンプレでいいんですよ、概要欄なんて。で、あとはタイトル付け。タイトルっていうのは、やっぱり一番左に重要なキーワードを持ってきたりとか、80文字ギリギリまでいろんなキーワードを入れて、ヒットしやすくするとか。あとはもちろん値段付けですよね。値段付け。この辺はもう結構、経験とかやっていけばどんどん覚えていくんで、値段っていうのは、あ、これぐらいが相場かな、みたいな。で、ここで逆流なんですけど、値段付けのところで注意してほしいのが、安すぎないってことが大事ですね。安すぎない。安く出しすぎないってことが大事ですね。これ逆に安く出しちゃうと、なんか作業量増えちゃうですし、なんか利益率ないとつまんないじゃないですか。だから、できる限り安すぎない。安く出しすぎないっていうことが逆に大事なんですよ。普通だったら高く出しすぎっていう方が、言われると思うんですけど、ユーザー枠の場合だと、そもそも手元に商品がある状態なので、その商品のライバルが3人いるとするじゃないですか。ユーザー枠ってそもそもそんなライバルいないんですよ、無在庫に比べて。っていうことは、3人同じ商品を出してる人がいて、2人商品が売れちゃえば次自分の番になるんですよ。で、しかもユーザー枠っていうのは、時間が経てば経つほど製造されてない商品じゃないですか。例えば5年前の商品とか10年前の商品。そうすると、ライバルがそんなに出てこないんですよ。なんでかっていうと、もう製造、その商品に対しては製造してないので。ということは、3人ライバルがいて、2人売れたら次自分の番になるので、別に安くつけすぎなくてもいいんですよ。だから覚えるってことは、タイトルの付け方、概要欄の書き方、アイテムスペック、で、値段の付け方。で、あと出品方法なので、例えば、送料っていうか、遅れる国の設定とか、設定だったりとか、あとはリターンポリシーとか。でもこれも考え方で、一回やっちゃうと、もうテンプレートになるじゃないですか、こういったところ作ると。だから別に一回やっちゃえば特に覚えることもないので、やることっていうのは順番としては、やっぱり出品方法を覚えちゃえばいいんですよ。で、その時にやっぱり写真をきれいに撮る方法を今度覚えるじゃないですか。で、これもですね、
タイトルの付け方、概要欄の書き方、値段の付け方、アイテムスペック、写真を撮る方法って、これもスキルなんですよ。スキル。だからこれを要はちゃんと自分で覚えて、スキルとして身につけてしまうと、こういったスキルって一生使えるんですよ。だって写真きれいに撮ったらメルカリにも使えるし、アマゾンにも楽天にもヤフオクにも使えるじゃないですか。で、出品方法とかっていうのも、やっぱり eBay でハードル高い方法で覚えちゃえば、そういった、まあ、原理原則ってやっぱり値段の付け方であったりとか、概要欄の書き方っていうのはやっぱりメルカリだったりとかヤフオクでもどこでも使えるんですよ、そういったスキルって。そう。で、あとは eBay に関しては、写真を今度きれいに撮りました。で、売れましたと、商品が。売れた後は発送の仕方。で、発送の仕方も最初はやっぱ不安じゃないですか。海外に送ったことないんですけど、一度でも海外に送っちゃうと、これは経験になって自信にもなるんですよ。一度でも海外に送ると、経験になるし、それは自信にもつながるんですよ。自信にもなる。なんでかっていうと、やったことないことをやったからなんです。で、あとはですね、やっぱりタスク、覚えることっていうのは、この後に覚えること、例えばトラブルがあった時とか、例えば、オープンケース、オープンリクエストっていうのを、なんか、商品届かないから、なんか、返品対応してくれとか、例えば、返品対応とか、あとは返金対応とか、あとはメッセージのやり取り。これなんか、Gmail 使えば、あ、Gmail じゃねえ、翻訳使えば大丈夫なんですね。Google 翻訳で全ていけるんで、やり取りであったりとか。で、こういうの全て終わって、最後にフィードバック。要は評価付け。一連の流れってこれなんですよ、あとは。要は、ここさえできるように、ここさえできるようになれば、だから、メルカリでもヤフオクでも、ハードオフでも、ブックオフでも、まあ、リサイクルショップでもどこでもいいんですけど、アマゾンでも楽天でも、安く買って高く売るスキル、仕入れできるスキルさえ身につけちゃうと、あとは、教科書通りのことでいいんですよ。だってサイトを覚えるなんて、インターネットググればいくらでも出るし、本も売ってるじゃないですか。出品方法もインターネットググれば、YouTube ググれば、本も売ってますよね。で、写真の撮り方も、商品の写真、要は、きれいに撮る方法とかググればいくらでも出てきますよね、動画付きで。で、海外の発送の仕方もググればいくらでも出るし、郵便局のプロの人から直接対面でお話できるじゃないですか。この国に送りたいんですけど、どうやって送ればいいですかって聞けるじゃないですか。あとトラブルであったりとか返品対応、こういったものも全て、教科書通りなんですよ。だってググれば全て出てくるんで、フィードバックの付け方とか。じゃあ何が、確実にしないとっていけないってことなんですけど、ただここだけなんですよ。安く買って高く売ることさえできれば、あとは教科書通りでできちゃうんですよ。なんでかって言ったら、安く買って高く売る技術っていうのは、いろんな人がいるんですよ。例えばカメラを安く買って高く売りましょうっていう人もいれば、あと古本とかを安く買って高く売りましょうとか、古着を安く売って高く売りましょうとか、あとはギターとかっていうのを、ギターとか音楽機材とか安く買って高く売りましょうとか、ですよね。そう、人によってジャンルが違うんですよ。っていうことは、一番ブレちゃうところってここなんですよ。こっちは教科書通りで全て終わっちゃうんですけど、一番ブレちゃうところがここなんですよ。だからここさえ、ここのメッセージの通りに、例えば実際に仕入れても利益が取れるものがどんどん発見できましたっていうところさえ乗り越えちゃえば、あとは全部教科書通りに行けちゃうんですよ。で、この教科書通りに行けるってことは、経験を繰り返すだけなんですよ。経験を繰り返すだけ。だけで行けちゃうんですよ。だからこれから今、eBay 輸出始めたいとか、なんか物販やりたいとか、ちょっと手が止まってるっていう人は、例えば、この中に1個でもあると思うんですよ。自分が困っているところ。例えば、写真がうまく撮れないなとか、発想の仕方がちょっとわかんないなとか。そうすると、これを自分がやるべきことを今度メモ、要は紙に書き出して、例えば、こんな感じで、紙に書き出して、
タスクに、タスクっていうかやるべきことにするんですよ。じゃあ例えば3番、もう1番終わったなと思ったら1番消すとか2番で消すとか、こんな感じでやるべきことっていうのを消去法にしていけば、おのずとやっぱりやるべきことっていうのはなくなって、あとは安く買って高く売るだけの繰り返しになるわけなんですよ。だから流れとしては、まずですね、安く買って高く売るっていうことを、もうこれはもうマストで、やっぱりここの領域まで、行く。次にっていうか、まあ、こことここは別に反対でもいいんですけど、もちろん。やっぱりやるべきことっていうのは、毎日必ず eBay のサイトに触れて、eBay の利用方法とか、サイトっていうのを、覚える。そうすると、不安じゃなくなるんですよ。英語で書いてあっても。あと、出品方法をちゃんと覚える。タイトルであったりとか、概要欄、アイテムスペックとか、あと値段の付け方とか、送れる国の設定、リターンポリシーとか、いろいろありましたよね。あとは、写真を撮る方法。これもですね、おすすめの方法があって、例えば、自分が狙ってるジャンルってあるじゃないですか。例えば、カメラとか、本とか、アニメとか、フィギュアでも何でもいいんですけど、その人たちのジャンル、例えば、自分はフィギュア使ってます。で、フィギュアの写真がうまく撮れないなって困ったら、eBay でアニメフィギュアって検索して、写真うまい人、こんな感じでうまい人って撮れてるんだって参考になる商品っていっぱいあるじゃないですか。だからその人たちを参考にする。そうすると、こんな感じで撮ってる人ってうまいなとか、背景この色だったら見やすいなとか、ありますよね。写真って、8枚以上のがいいんだなとか、やっぱり12枚以上撮った方がいいんだなとかわかるじゃないですか。タイトルの書き方とか概要欄の書き方、アイテムスペックっていうのも全て上手い人の、アカウントを見れば一発でわかるじゃないですか。だからこそ教科書通りでいけちゃうんですよ。で、発送の仕方も、郵便局行ったりとか、要はネットでちょっとでもググっちゃえばいくらでも出てきちゃうので、だからこの流れだけをやるだけなんですよ。何が重要かっていうと、ここだけなんですよ。要は安く買って高く売る技術さえ身につけちゃえば、あとは教科書通りでいけちゃうっていうことなので、やっぱりここにですね、行き着くっていうことがすごく大事で、あとは文章から読み取ると、やっぱりここで、驚きの一言でしたっていうのは、こんなにも利益が出る商品って実は世の中にあったんだと。で、仕入れても利益がものがどんどん発見できるので、っていうのは、やっぱりどんどん発見できるイコール、ここでも楽しいっていう感覚っていうのは多分あると思うんですよ。だって発見すればするほど自分のお金であったりとか利益につながるので。っていうことで、やっぱり文章面から読み取っていけるんですよね。そうすると、利益が出る商品っていうのがいくらでも見つかるので、あとやることっていうのは、ここのタスクを覚えちゃえばいいんですよ。順番通りに。で、これしかも一回覚え、一回やると、結構脳に定着するんです。で、これをですね、例えば50品出品しました、100品出品しましたっていうと、もう手に取るように出品できるようになるので、だからそこまで行くと結構、まあ、一生使えるスキルになるので、それでいいんかなと思いますね。っていう感じで、ぜひですね、このまま頑張っていきましょう。じゃあ、失礼いたします。